さてここからは幕下の取り組みです。お待たせしました、納屋登場です。聞きください、この大きな拍手。今年の1月に相撲の世界に入ってきました。名門の埼玉栄高校出身です。納屋、学生時代からこの注目をされておりましたが、大相撲の世界に入ってきました。千葉県からお越しの二村五郎。ここまで順調に番付を上げていまして、本場所からは幕下で相撲を取ります。さあ序ノ口序二段三段目と、まあ、順調にここまでは来ましたが、今場所幕下は東の60枚目、まあ、幕下の一番下からこう始めるわけなんですが、果たして力が通用するのかどうか。茨城県笠間市出身藤島部屋東方納屋、東京都江東区出身大津部屋。今納屋の表情をご覧いただいています。幕下の取り組みであります。さてコメント欄を見ても納屋に対する声援が続々と届いています。皆さんもう単純にこの納屋納屋と、たくさんこの名前をですね書き込んでいる方いらっしゃいます。顔が可愛いハートマーク、まあ確かにそうですね。1年前までまだ高校生だったわけですからね。頑張れ納屋、頑張れ納屋、プレッシャーに負けるな。カメラのフラッシュがバシバシ、ああそうですね、この時間帯にしては珍しくもうフラッシュがかなりたかれています。さあ時間です。注目の納屋の取り組み、相手は日立号。強く当たった、左から押っつける日立号、右を差しています。前へ出る日立号、寄り倒し、日立号の勝ち。納屋今場所初黒星です。今日はいいところがありませんでした。いや日立号がいい立ち合いをしました。日立号押し倒して日立号の勝ち。この立ち合い左から押っつけ、足もよく出ていました。